今シーズン裏の意味では非常に重要なね、選手になってくるなというふうに思いますね。でなおかつ昨シーズン残留争いした原因としては、はい、まあ、当然失点も多かったんですが、少し攻撃に時間がかかるとやっぱり守備に戻るの早いですからね、湘南ね。そうですもんね。オークはドーグラスの落とし、ホゼアのシュート正面でした。ここは谷が抑え、今シーズンですね、ゴールをたくさん取っていく上では彼ら2人ですね、ドーグラスとマテウス・サビオですね、はい、彼らの関係性というのは非常に重要になってくると思いますね。僕は大岩のファールを取って、この試合最初のイエローカードが提示されます。ちょっと雨もカットをしました高橋です。そしてすぐに細谷へというボールになりますが、ここは大岩が対応、ふっと、あ、ここはファール取りました。イエローカードが準備をされています。大丈夫ですかね。2枚目じゃないですか。あ、そうですね、大岩2枚目ですね。ちょっと背後に蹴られて、山本シュートのキック、ちょっと距離が出ませんが、中村敬太倒れた PK、 仕掛けた中村敬太 PK ゲット。ここね、うまくまたいで前に運んだところですね。石原としてはね、ちょっと足出したところに空き方ね、いろんなことを考える時間ができてしまうんでね、迷いますからね。マテウス・サビオしっかりと決めていきました。先制柏レイソル、2022年シーズン柏レイソル公式戦、この J1 オープニング、ゴールキーパーの谷はあんま動かないという選択したのかもしれないですね。細谷入れ替わって川口が行く、川口から中へのボール、ザ・三つ丸シュートは、うん、ここは南追い越していきましたが、使わずにマテウス・サビオ、マテウス・サビオからのクロス流れていく、ここ三つ丸からマイナス、そしてシュートはブロック、そして押し込んだ、最後小山津、まずは山田、そして最後は小山津です。新加入の小山津、追加中からの出場でゴールは嬉しいですね。いいところに転がってきましたね、自分の前にね。ただ後ろから来ているボールなんで、そんなに簡単なシュートじゃなかったと思いますけど、非常にねリラックスして、まあうまく振り抜いたと思いますね。まあ一人でねボールキープしてチャンスを作ってましたから、湘南も十分チャンスがありましたからね。シュート瀬川ね、ウェリントンの高さと強さを使って、その中でマテウス・サビオがどれだけですね、まあ背番号10になってね、まあ、攻撃に関して言うと彼が起点になってチャンスを作れるかでしょうね。川口から細谷、うん、前にワンタッチで持ち出した細谷でした。間を通していきますマテス・サビオ、そしてここで長い笛が吹かれました。 J1 リーグ開幕節湘南